はい、こんにちは。福田先生もいますが、バンタム新しい竿たちです。これね、ね、何が変わったのか。2ピース、じゃあ、ね、センターカットの2ピースを作りました。今回は、スピニングが2アイテム、ベイトが3アイテム、センターカットで作ってます。でベイトももう奥田先生が好きな、ね、こんな70の MH とかごっついやつまであります。でなんでね、わざわざバンタムで2ピースを作ったのか、これは今までも2ピースっていっぱいあるんですけど、ワンピースと同じ感覚で僕ら使いたい。逆にワンピースよりも、良くなってたらすごいんじゃないのっていうようなのがあって、でもね、2ピースだからなんかこうちょっとダメなんじゃないのみたいな、そういう感覚って皆さんお持ちだと思うんですけど、ちゃんと作ったらすごくなる、ね、そうなんですよ。同じ狂気なんですけどね、今までこのバンタムにあるラインナップと狂気的には一緒なんだけど、2ピースにするためにこっちのバット部分のセクションの作り方をちょっと変えたりしてます、そうすることで、この振った時にまずつなぎ目を感じない、曲がった時にも感じない、で逆にちょっとした違いで元が強くなったような、バット部分がね、そんなね感覚にもなるかもしれない。じゃあすごい2ピースなのに1ピースを使ってるのと全く変わらない、それ以上の感覚で使える2ピース、でこの人がね大きいもん投げたり重たいもんばっかり投げたりしてても何の問題もないし、これでだいぶ釣ってるもんね。そうですね、パワー的にはもう全然大丈夫。ただ東南アジアとかでもやっぱ PE を使ったチャドとかトーマンとかああいったものでももう全然2ピースでもガンガンファイトができるっていう、そういうまあ違和感のない仕上がり方というか、なってます。とても素晴らしいバンタムの2ピースです。